はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日は、この人を一瞬で一生引きつける話し方というタイトルの本をご紹介したいと思います。で、このチャンネルでは、私が、毎日一冊を目標に、本を読んでレビューをしていくという内容になっています。で、ちょっと最近忙しくてですね、1日1冊読めてないんですけれども、この継続をやめないようにしてですね、レビューをしていきたいなというふうに思います。で、この本はですね、内容はもうタイトルの通りなんですけども、話し方についての本です。で、特別何かがあって買った本じゃないんですけれども、やっぱり話し方がうまい方が、人とこう人間関係を作るのにもですね、例えば会社で評価されるにも有利かなと思って買った本です。で、思えばですね、実際こういう形で、YouTube で動画を撮っているということもあって、何かしら学んでおいて損はないかなと思って読み始めました。で、この著者の、村瀬健さんかな、村瀬ごめんなさい、たけしさんですね、は、放送作家、漫才作家を、されてるそうで、爆笑レッドカーペット、キングオブコント、吉本無限大とかですね、こういった番組の、構成であったりとか、ブレンドして、仕事をされてる方だそうです。で、なので、ちょっと後でもご紹介しますけれども、内容としてはですね、お笑い芸人の人が、どのようにして人を引きつけているかとか、その話を作る、この中では作ってもいいよってことが書かれてるんですけども、例えば、ダウンタウンの松本人志さんがやっている滑らない話とかですね、そういった話で、芸人の人が喋るときに、どのようにしてその話を作っているかとか、人の話を自分の人に変えてしまったりとか、そういうテクニック的なところも書いてあります。で、構成としては1章から、6章までかな、ごめんなさい、8章までありまして、1章が喋りは理系、正解は方程式で導ける。2章が自分を構造改革、心が変われば口が変わる。3章が日頃の心がけで話のネタは無限大。4章がトークイコール取り調べ、人間プロファイリングで相手を丸裸に。5章が雰囲気を作るものが場を制す。6章が、3目置かれる話し手になれと。これ1目置かれるじゃなくてですね、3目ということです。で、第7章が表現一つで印象が変わる、言葉の演出で人気者に。で、最後第8章がプチ詐欺師が大金をつかむという内容になっています。で、1章は、なんていうのかな、導入編ということで、この人の周りにいる、特にお笑い芸人さんとかがですね、どういった、方程式で、話を組み立てているかというところですね。で、第2章から、本番に入るんですけども、下準備編ということで、自分を変える、話題を集める、相手を分析する、空気を読むというのが、5章まで、続いています。で、6章からは実践編ということで、もう少しより具体的な内容でですね、例えば、トークのテンポであったりとか、表現の方法であったりとか、空気の読み方とか、そういった内容になっています。で、今最初の、準備のところでですね、そのお笑い芸人の方が、どういうふうに話を組み立てているかということを書いてあるというふうに言いましたけども、個人的にはですね、その部分が非常に印象的で、やっぱりなかなかこう普段って、あの人って話面白いなというふうに思ってもですね、なかなか、直接その人に、どういうふうに話を組み立ててるんですかとか、どういうことを考えながらお話をしてるんですかっていうことを、直接聞く機会っていうのはほとんどないので、そういった意味では、プロ中のプロがですねお話をしている、その方法論について聞けたのは面白かったかなと、聞けたというか読めたのは面白かったかなというふうに思いました。で、いくつか印象的だったところをご紹介したいと思います。3点ですね。で、1点目はまさにそのお笑い芸人の方が、どのようにお話を組み立てているかというところなんですけれども、ずらしという、方程式がありますということですね。で、活用範囲の広い基本パターンというふうに書かれてるんですけれども、どういうことかというと、本来言わなければならないことと違うことを言うと、それが基本テクニックだそうです。で、ベタなところはですね、例えばナイツっていうお笑い芸人の方がいるんですけれども、そのナイツの方が、ヤホーで検索したんですけど、ヤフーねっていうツッコミが入ったりとか、我が巨人軍は永久に不滅です、不滅ね、こういった、こう分かりやすいところだとこういうところなんですけれども、これがずらしだということです。で、例えばこれは今言葉が似ているっていうもので、それをずらすってことをしてるんですけれども、例えばそのジャンル、くくりが似ていればそのずらしっていうのはできますと。例えばある人に〇〇っていう映画見たっていうふうに聞かれた時に、知らないその映画、誰がカメラマンをやっているのっていうふうにこうボケてみるとか、で、そうするとどこを聞いてんだよと、その内容を聞けよとか、せめて主演は誰だとか監督は誰だろうっていうことだろうみたいな、そういうところでちょっとこう笑いというか、フックが生まれると。で、ここから
まあ、会話を弾ませていくっていうことなんですけれども、まあ、なかなかですねこういったところっていうのは意識してないと自分じゃなかなかできないなということをまあ率直に思いました。でただまあ逆に意識してみるとやっぱお笑い芸人の人っていうのは例えば YouTube なんかで動画を見ててもですねこういったところを非常によく使ってますし、まあ、自分の周りの話が面白い人っていうのもですね、まあ、こういったところをよく使ってるなということを思いました。でこのテクニックっていうのはまあ基本テクニックだということで、まあ、自分もまあ何かしらちょっとやってみようかなというふうに思います。はい。で2点目ですね、これも最初の導入のところで、まあ、お笑い芸人がやっているテクニックとして、まあ、揃えるっていうボケがあるということが書かれています。で揃えるっていうのは、まあ、ある、まあ、前振り、まあ、何かこうなんていうのかなテーマっていうかですね、まあ、そのきっかけとなる物事と、揃ったものを見つけると、揃った部分を見つけるというボケだそうです。で例えば、まあ、まあハゲてる人にチラシ寿司の話をするとか、でさらにかぶせて、スーパーマーケットのチラシの話をするとか、まあ、つまり、ハゲてる、ハゲ散らかしているっていうことから、まあ、連想されるチラシ寿司とか、まあ、そのスーパーのチラシとかですね、まあ、そういった内容でこう、揃えていくと。で、まあ、この時のポイントっていうのがどういうことかっていうと、まあ、連想ゲームからキーワードを探すということが書かれてまして、でここがまあポイントかなというふうに思いました。で、お笑い芸人の千原ジュニアさんという方が、まあ、私結構話しぶりが好きで、まあ、動画を見たりとかするんですけども、まあ、その人が言ってたのはお笑い芸人の中で LINE のグループを作ってあると。で突然大喜利を始めることがあるそうです。でその中で自分たちのその大喜利のスキルをこう日々高めていって、言葉の語彙を増やしていっているそうです。で、まあ、あるテーマに対して、まあ、どういったボケのパターンが生まれてくるかっていうのを、まあ、日々勉強することによって、まあ、ボケのパターン、ボケっていうかその、そうですね、ボケのパターンが分かるとともに、またそのあるお題から連想できるテーマっていうのがこうどん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 増えていくことによって、まあ、どんな内容を話していてもその的確にずらしたりとか揃えたりとか、まあ、そういうことができるっていうことを、まあ、どこか番組でお話してたことがあったと思います。で実際そういうふうに見てみるとですね、やっぱり千原ジュニアさんとか松本人さんとかですね、すごくその辺は面白いなと思います。でそういう視点で見ると本当によくこの会話の切り口からこういう単語が出てくるなっていうのはすごく多いことに気がつくと思います。で、まあ、なかなかそのプロの笑い芸人じゃないですし、それと同じような役割を期待されてるわけではないので、まあ、それを直接やってしまうと逆にしらけちゃうかもしれないんですけども、まあ、会話のフックとしてですね、まあ、ちょっと人を和ましたりとかくすっと笑わせたりするために、まあ、こういったテクニックっていうのは少し覚えて、まあ、使ってみようかなと思います。で今はこんな感じで真面目に喋ってますけれども、まあ、他にもですね、いろいろその笑い芸人の人が、まあ、どうやってネタをネタっていうかそのきっかけを作ってるかっていうのは非常に面白いことがいくつか書いてあります。はい。で最後はですね、これ実践編というところで、実はその今お笑い芸人のところから話ばっかりしてるんですけども、下準備編の自分を変えるっていうところと実践編、下準備編と実践編ですねについては、実はちょっとそんなにこう特別面白いというか変わった内容はありません。その、まあ、人はどういう内容が好きかとかですね、相手のプロファイリングをしてから話を始めた方がいいとか、空気を読んで、言葉を発しなきゃいけないとか、まあ、結構当たり前の内容というかですね、が多いです。で、まあ、その中でも特に、まあ、これは大事なと思ったところ1点だけ、ご紹介をしたいと思います。で、まあ、人に愛される人っていうのは、まあ、どういう共通点を持っているかということを、まあ、その特に人を引きつける、まあ、話し方というところの観点から、解説しているところをご説明したいと思います。で4つポイントがあるそうで、で1つ目は話を聞いてくれる人と。でこれはまあよくわかると思うんですけれども、まあ、相手の目を見てですね、自分の話を聞いてくれる人、まあ、相手の目を見て相手の話を聞ける人っていうのは、まあ、基本的に人から愛されるということです。で2つ目は意見を否定しない人で、これはまあ人っていうのはイエスマンが好きですと。で、まあ、イエスマンは嫌いなんだって言ってる人に限って、まあ、自分の意見を否定されると怒る人っていうのは結構いると思いますと。で、まあ、やっぱりこれはよくわかると思います。で、まあ、職場とかですね、普段付き合ってる人間関係の中でもやっぱりそれは違うと思うよって言ってくれる、言ってくれる人も大事なんですけども、基本的にはやっぱり普段はイエスマンがいた方が多分こう気持ちがいいんですよね。なので、まあ、だから相手の意見は否定しない人で、3つ目はまあ笑ってくれる人っていうことですね。でこれはまあ意見を否定しないっていうところともまあ似てるとは思うんですけれども、まあ、やっぱりその会話の中でその好意を示してくれる人っていうに、まあ人は魅力を感じるということです。でこれ最後が
まあ、面白いというか、まあ、分かってはいるんだけど、なかなか私はうまくできないんですけれども、自分より劣っている人っていうのが、まあ相手に好かれると。でこれはどういうことかというと、まあ、人は自分より劣っている人を見ると安心します。とりわけ人生がうまくいってないときは無性に自分より劣っている人に会いたくなるのですと。で、まあ、仮にその自分に欠点がなかったとしても自分は優れているというような見せ方を してなければ、まあいいというふうにはここには書いてあるんですけれども、例えばまあもう少し一歩踏み込むとですね、その自分に欠点がなくて自分の方ができるなと思っても、まあ、謙虚にそれを相手に見せずにですね、その相手より劣っているようにまあ見せるというと言い方悪いんですけれども、まあ、そういうような態度を取るっていうのも、まあ、時として非常に重要なんじゃないかなということをこの内容から感じました。もう一回言うと、相手の話を聞いて相手の意見を否定せずに、で、笑顔を絶やさずに、で相手よりもまあ優れているというふうに感じさせない人、まあ自分よりも話の聞き手が劣っているなということを相手に感じさせられる人っていうのが、まあ、人気者になりますということが書かれています。はい、まあ、これは非常に面白いと思います。でちなみにこの本の中ではこの4つの要素っていうのは全てペットにも存在していますと。つまりまあペットで飼っている犬っていうのは、このいや犬っていうか、まあ、例えば犬とかですねはこの要素を満たすということで、まあだからその動物が身近にいると、まあ、人っていうのはこうリラックスしたりとか、いい気分になることができるんだよということを説明しています。まあそれも確かにあるなというふうに感じました。はい、まあ、ちょっと長くなりましたけれども、まあ、もともとですね、まあ、何か確か話し方を、まあ、少し勉強してた時に何の気なしに買った本だったんですけども、まあ、特にお笑い芸人の、方がですね話を組み立ててる内容っていうのは非常に、面白い、まあ、普段自分が見れない角度で物を見れたので面白い本でした。はい、今日は以上です。